サンゴパイプヘビは、爬虫交有鱗目に分類されるヘビ。本種のみで、サンゴパイプヘビかサンゴパイプヘビ属を構成する。エクアドル、コロンビア、トリニダード・トバゴ、ブラジル、フツョウギアナ、ベネズエラ、ペルー、ボリビア全長60-90センチメートル。最大全長120センチメートル。体型は、円筒形だが、頭部は扁平。 胴体中央部の列になった鱗の数は19か21。相排節口までの覆,面を覆う鱗は220から248枚。相排節口より後部の覆面を覆う鱗は10から15枚。背面の体色は赤で40から73本の黒い横帯が入る。俗名、アニーリアスは残酷なの意で猛毒種で構成される。 サンゴヘビ族に類似することが由来と考えられている。名前のサンゴもサンゴヘビ族に類似することに由来する。毛爪がある。上唇を覆う鱗は6枚で、第2から5、上唇板は大型で、同程度。第3から4、上唇板は目に接する。目には黒い横帯が入るため識別が型し、目の位置をごまかす働きがあると考えられている。 上顎骨と下顎骨の関節部にあたる骨が非常に短いため、口を大きく開けることができない。頸部はくびれない。肩骨が短いことからアナリーデイに、パイプヘビカシリンドラファイデイとされる構成子を含む、もしくはパイプヘビカと、パイプヘビ上カエンリオイディアを構成する説もあった。分子年代推定から、パイプヘビカとは、遺伝的距離が大きいと推定され、 パイプヘビカなどは、ディーペルイデア浄化として分割された。標高零から400メートルにある、熱帯雨林、浸水林、河半などに生息する。主に地中生で自ら掘った巣穴で生活するが、夜間や雨天時には地表に現れることもある。稀に、浅い水溜りや沼を泳ぐこともある。外敵に襲われると地中へ逃げるか、頭部を、胴体の下へ隠しを持ち上げる防御行動をとる。 こともある。これは有毒種への擬態と考えられている。食生は動物食で、爬虫類、両生類、魚類などを食べる。ブラジルの162個体を用いた消化機関の内容物調査では、ミミズ、トカゲ、ヘビ、無足類が確認された例がある。そのため細長い獲物を選択的に捕食すると考える説もある。繁殖形態は耐性。 妊娠期間は4から6ヶ月。1回に6から10匹の幼、蛇を産む。ありがとうございます。